次に今井雅人君。今井君。立国者に今井雅人でございます。まず新型コロナウイルスでお亡くなりになられた皆様に改めまして、お悔やみを申し上げるとともに、罹患された皆様に、お見舞いを申し上げます。合わせまして今回の豪雨災害でお亡くなりになられた皆様に、お悔やみを申し上げるとともに、被害に遭われた皆様、それから今も避難所で、苦しんでいる皆様に、お見舞いを申し上げたいと思います。先ほど江田委員の方から九州の惨状をいろいろ、お伺いいたしましたけれども、本当に例年行事のようになって、大変な状況でありますが、ちょうど今東海地方の、方に今度は移ってまいっておりまして、私 の生まれ故郷に下呂市が飛騨川が氾濫して、父の実家のあたりが今孤立しているということで、実は一刻も早く戻りたいなという気もあるんですけれど、こうした対策にはもう本当に与野党関係ありませんので、全力で支援をしていきたいというふうに思いますが、現状のですね、全国的な今の被害状況についてまずは教えていただきたいと思います。内閣府村手審議官。お答えいたします。7月3日から大雨、ございまして、これまで把握しております被害状況といたしましては、8日の6時時点で死者54名などの人的被害、また5時時点で停電が7750戸、また5時半時点で断水が2319戸以上などのライフラインに対する被害等が生じております。今井雅人君。はい、今もちょっと秘書の方からいろいろ写真が来ていますが、かなりの被害状況でありますけれど、全国的に、先ほども話もありましたけれども、激甚災害指定も含めて早急な財政支援というのが必要になってくると思うんですが、国の財政支援としては、その資金としては十分に確保されているか、どういうところから拠出されるか、その辺について教えていただきたいと思います。はい、村手審議官。お答え申し上げます。今般の災害については今激甚のお話もございました。調査の結果、激甚災害に指定する見通しということになったところでございます。今後調査を進め、調査開始から1週間後をめどに基準を満たすものがあれば指定を見込みを公表する予定でございます。でその財源でございますけれども、これについてはもう災害についてはですね、きっちりした財政措置というのを取って財政があるから支援しないじゃなく、支援するものについてきっちりと予備費を使いながら支援していくというのが従来からのスタンスでございますので、しっかりと財源確保して、異論のないようにしていきたいと考えてございます。以上でございます。今井雅人君。はい、国が一番できることは財政の支援ですので、しっかり確保してやっていただきたいと思います。合わせまして、先ほど理事懇でちょっと雑談していましたけれども、こういうその支援体制を組んだときに、自治体と都道府県、国の連携がうまくいかなくてですね、国はお金を十分準備しているのに、自治体がなかなか踏み切れないというような話が過去にも何度もございますので、そういうことがないように、一番その現場のところが安心して、早め早めに政策を打てる、そういうことを国からもしっかり指導していただきたいと。ということをお願いを申し上げておきたいと思います。こうした災害対策、それからコロナ対策で、政府、政治の信頼感というのは本当に必要、大切なことなんですけど、ちょっと一点、大臣に申し上げたいんですが、今日実は河合元法務大臣の勾留期限がありまして、で、起訴されるかどうかっていうのが決まる日だと思いますが、このもちろん逮捕されたイコール有罪じゃありませんので、ここでその逮捕者をそのまま有罪扱いするのはよくないと思うんですが、ただ、今回ですね、
このことによって広島県で、いや4人の政治家の方が辞めてるわけです。で、中には首長さんもいらっしゃる。そうすると、もう今これだけコロナ対策一生懸命やらなきゃいけないときに、一時的に司令塔を失っている自治体もあるわけです。でしかもその、やらなくてもいい選挙を、このコロナの中でやらざるを得ないと、こういう事態に陥ってしまっているわけですね。受け取った側が今、そう私は受け取ったのでって、4人も辞めてるわけです。本当にこれは私は由々しき問題だと思っておりまして、西村大臣も一時期、同じ閣内におられた立場だと思いますので、そういう立場におられた方として、こういう事態が起きていることについてのご感想というか、お考えをちょっとお伺いしたいと思います。西村国務大臣。政治家はですね、国会議員であれ、また地方の首長であれ、あるいは地方議員であれですね、それぞれ国民から、住民から選んでいただいて、代表として活動しているわけでありますので、その住民の皆さん、国民の皆さんに疑念を持たれたときはですね、それぞれの立場でしっかりと説明をし、そして理解を求める、この責任はあるというふうに思いますし、その上で、それぞれの政治家がですね、そのことに対して、どういう形で身を処していくのか、責任を取っていくのか、説明責任の上にどういう形で責任を取るのか、これもそれぞれの政治家が自ら判断し、決断していくものというふうに思っております。さらに言えば、閣僚はですね、その中でも一定の役割をいただいて、政府の中で国民の皆さんのために働いていく、そうしたことを任務を与えられているわけでありますから、さらにその責任も重いものというふうに思います。その上で、それぞれの責任、政治家においてですね、説明責任、そして責任を、説明責任も含めて責任を果たしていく、これが大事だというふうに思っております。今井正人君。はい、事実関係は分かりませんが、報道に出ている限りのことが事実だとすれば、時代錯誤も甚だしいと、今時こんなことやってるのかというふうに、もうちょっと驚かざるを得なかったわけでありますけれども、もうこういうことが二度と起きないように、それぞれ政治家一人一人がですね、身を正してやっていくということがとても大事だということを申し上げておきたいと思います。それでは次に緊急事態宣言の話をちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、先ほどの質疑の中で、今は東京都も含めて緊急事態宣言をする状況にはないということを、いくつかの観点を挙げていただきまして、ご説明をいただきました。そこでですね、今後、緊急事態宣言を発令するかどうかということに関して、もちろん総合的に判断するということなんでしょうけれども、総合的といっても、やはりそれぞれある程度基準が必要だと思うんですね。どういうものを見ていって、その上で総合的に判断するのか、そういうその基準となるものを教えていただきたいと思います。西村国務大臣。これもですね、4月7日の時点で緊急事態宣言を発出したときに申し上げたことでありますけれども、当時は新規感染者がどのぐらいあって、累積でどのぐらいになっているかということ、それからその新規感染者の増え方がですね、倍化をしていくスピードはどのぐらいであるかということ、それから、感染経路不明な方の割合、こういったものを基準にですね、地域の指定も、都道府県の指定もさせていただいて、基準を申し上げたところであります。そして解除の際にも、この3つの指標に加えてですね、医療の提供体制なども含めてですね、申し上げたところでありまして、こうしたことを、経験を踏まえて、今後、感染者の数が増えて、緊急事態宣言を発出するかどうかの判断を求められる場面が来ればですね、今申し上げたような感染状況、これは、感染者の割合がどのぐらいのスピードで増えているのか、それから、感染経路不明の割合、こういったことをですね、感染状況についてはしっかりと見ていかなきゃいけないと。で加えて、ご指摘のあった病床体制ですね、病床がどの程度埋まっているのか、特に重症者の方、施設がどのぐらい
余裕があるのか、こういったことを見ていかなきゃいけないというふうに思っております。まあ、ちなみに今、東京で重症者の数は8人ということで、100床の重症者用の病床を用意をしておりますので、かなり余裕もございます。一般の病床も余裕があります。でもう一点も付け加えるとすれば、感染者の数が増えている中にはですね、積極的に無症状だけれども、特にバー、クラブなど接待を伴う飲食業において、積極的に呼びかけて受けてもらっていますので、まあ、日々20人、30人という方が、その呼びかけに応じて、検査に応じていただいてますので、それによって数が増えているという面もございます。でこのその部分はある意味クラスター的にこう分かっている部分でありますので、むしろ感染経路不明の方々のどのぐらい増えてくるのかというところをしっかり見てですね、判断をしていかなきゃいけないというふうに考えているところであります。今井正孝君。はい。じゃあちょっと今の発言を確認しますけれども、今後、緊急事態宣言を発令するかどうかは、基本的には3つだと、1つは感染状況、2つ目はその感染経路、で3つ目は医療の状況、まあ他にもあるんでしょうけど、大元はこの3つということでよろしいですか。西村大臣。すみません、私が言葉足らずだったかもしれません。大きく言いますと3点で、1つは感染状況、でこの中に、新規感染者の数とか、そのスピードとか、それから感染経路不明の方の割合が入ります、あるいは、まあ、クラスターの状況みたいなものも入ってきます、そして2つ目が医療の提供体制、これにどのぐらい余裕があるのかないのか、余裕がなければですね、感染状況の人数が少なくともやらなきゃいけない場面があるかもしれません、それから3つ目が、ちょっと今、言葉足らずで申し上げなかったんですけれども、PCR 検査などですね、抗原検査も今ありますので、検査体制、要は検査体制が全然できてないければですね、これはもう増えているかどうかもわからないわけですから、直ちに影響が出てきますので、この3つを大きく総合的に判断しながらですね、考えていくということになります。今井君。はい、分かりました。この3つですね。はい、じゃあ今後これちょっと見させていただきたいと思います。その上で、今東京の現状をどう考えるかということなんですが、まあ、6日間連続で100人を超えるという新規感染者が出ているという状況ですが、小池知事は、私のお承知しているところでは、検査が増えたこともあって、人数が増えているというようなご発言をされていると思うんですけれども、果たしてそうかということなんですが、資料をちょっとお渡してます、これ、東京都のホームページから引っ張ってきているんですけれども、左側がですね、東京都の検査の、PCR 検査の実施件数です、で右側が新規感染者の報告件数ということでありまして、大体時間軸は同じになっていますので、ご覧になっていただけると分かると思うんですが、6月に入ってからすでに検査は相当数増えておりまして、そこからは微増です。ところが、新規感染者数が増えたのは、ここ本当に1、2週間のことでありまして、これだけを見ますと、検査の件数が増えたから、新規の感染者数が増えたというふうにはとても見えないんですけれども、ここについては、大臣はどういうご認識でいらっしゃいますか。西村大臣。何点か申し上げたいと思います。まず知事がどの点とどの時点を比較して言われたのか、ちょっと詳細は把握してないんですけれども、私どもも認識しているのは、検査の件数が増えているということは認識しております。これは例えば、4月の上旬ごろはですね、東京で数百件、ちょっとこれ、日々によって違う凸凹ありますし、それからちょっと報告日が後で修正されたりもしておりますので、ちょっと正確でない、当時、4月の上旬は非常に混乱をしていた時でもありましたので、正確でない面もありますが、おしなべて数百件程度、日々行われていたものと思います。それが最近ではですね、この557件というのはちょっと、5日で、これは日曜日ですかね、ちょっと少ないのかもしれませんが、2000件程度、日々検査が行われているものというふうに思います、1500件から2000件程度行われていますので、そういう意味で、検査の件数はこの緊急事態宣言の頃から比べると大きく増えております。
さらに言いますと、先ほど少し申し上げましたけれども、新宿におきまして、あるいは、昨日おとといでは、おとといだと思う、昨日かおとといだと思いますが、秋葉原におきましても、感染者が出たところで、症状がなくとも幅広く呼びかけてですね、いわゆるバー、クラブなど接待を伴う飲食店、あるいは、秋葉原の方はメイドカフェと言われるような形態でありますけれども、こういった従業員の方々に幅広く声をかけてですね、検査を行っておりますので、秋葉原でも200数十件じゃないかと思いますが、200数十件から300件ぐらい行っていると思いますし、新宿でも日々数十件近く検査に応じていただいていますので、そういう意味で、この、そうですね、この2、3週間と言ってもいいと思いますが、はその分がどうしても上乗せして、陽性者の数も増えているという面はあるというふうに思います。今井君。これ、指摘だけにしておきますが、やはり正確にやはり分析をしないといけないと、少なくともこの2ヶ月間を見ている限り、検査数が増えたから新規感染者が増えたという関連には必ずしもなってないですね、この表を見る限りは。ですから、どうして増えているのかっていう、ここ10日間ぐらいどうして急に増えているのかということは、やはり正確に分析をしていただきたいと、これ、指摘だけにとどめておきます。でその上で、もう一点お伺いします、これに関しまして、小池都知事がですね、4日の日に、不要不急の他県への移動はご遠慮いただきたいというふうに、お話をされていたわけでありますが、これに対して西村大臣も菅官房長官も、いや政府としてはですね、そういうふう立場ではないということを、おっしゃっておられるんですけれども、で4日の日に小池都知事とお話をされたということでありますが、ここのこのずれというのは、どうしてこういうことが起きているんでしょうか。西村大臣。私、小池知事も日々いろんな議論を行っておりますので、ちょっと正確にいつどういう議論をしたかはあれなんですけれども、日曜日の選挙後にですね、選挙が終わった投開票が終わって、そして再選が確定した後、小池知事とも電話でやり取りをさせていただきまして、その時点で、私ども政府の考えはお伝えをいたしました。その内容はですね、確かに東京で感染者の数が増えておりますので、多くの方が心配もあると思います。しかしながら、先ほどから申し上げます、挙げてますとおり、その多くが例えば新宿とか池袋のエリアであったり、あるいはバー、クラブなど接待を伴う飲食業の関係であったり、ある程度そのクラスターであったり、発生源が分かっておりますので、専門家の皆さんと意見交換をしても、その市中感染がうわーっと広がっている状況ではないという判断を専門家の皆さんからもいただいております。もちろん、警戒しなきゃいけませんので、それがあるのかどうか分析を進めなきゃいけないんですが、今の時点でそういう判断をいただいております。その上で、政府の方針としては、これまでの基本的対処方針や、あるいは都道府県に対する通知でもお示しをしておりますとおり、県をまたぐ移動も自由だということであります。ただし、一つには、そもそも症状がある、熱があったりですね、喉に違和感があったりする人は、そもそも自宅から出ることを控えていただくように、外出を控えていただくように、お願いをしておりますし、当然、県をまたぐ移動も、これは控えていただくようにお願いをしているところであります。でさらに言えば、仮に、症状がない方が県をまたぐ移動する場合であってもですね、これは当然感染防止策をしっかり講じていただくのは、これはもう基本でありますので、どんな場合でもマスクをしたり消毒をしたり、換気のいいところを換気を良くしたり、手洗いをするあるいは距離を取る、これは基本でありますし、事業者もガイドラインをしっかり守って感染防止策を取っていただくことは基本であると、こうしたことを踏まえてですね、私どもの考えは、県をまたぐ移動を何か今の時点で自粛を求めたりすることはありませんということを申し上げて、知事の方も私は理解を示されたというふうに思っております。今井正人君。端的にお願いしたいんですけど、出てるメッセージだけを見れば、都知事のおっしゃっていることと政府の言っていることは、同じではありません。片方はできるだけ行くなと言って、片方はどうぞ自由に行ってくださいと、今はそういう発熱とかをおっしゃいましたけれども、
これではどっちにしていいかわからないですよ。ですから、やはり自治体としっかりとコミュニケーションを取って、同じメッセージを出していただきたい、そういうちょっと調整をしていただけないですか。西村大臣。小池知事も理解を示されていると思いますので、知事の言い方、言われたのは、最初に言われたのは、遠慮いただきたいというような言い方だったじゃないかと思いますが、私なりに解釈をすればですね、特に症状がある人は当然、外出も控えるわけですし、県をまたぐ移動も控える、それから当然、感染防止策をしっかり講じるということが大事ですので、仮にまたぐ移動をする場合もということだと思います。それから知事も当然、通勤・通学など、そういうのもあるし、ということもおっしゃっておられましたので、言ってることにそんなに差はないと思うんですけれども、改めて、政府とそれぞれの自治体とのこの発信が曖昧である、あるいは、分かりにくい面があると、これはいけませんので、しっかりと今後、調整を図りたいと思います。今井正人君。はい、ぜひよろしくお願いします。時間がありませんので、端的にいくつかお伺いします。まず、家賃支援給付金ですけれども、いよいよ7月14日から申請が始まるというふうに伺っていますが、申請が始まることはいいんですけれど、実際に支給になることがいつになるかというのは皆さん大変関心があると思いますので、支給は申請からどれぐらいで受けられる予定になっていますか。はい、中小企業庁木村政策統括調整官。お答え申し上げます。お尋ねございました家賃支援給付金につきましては、ご指摘のとおり、昨日申請要領を公表させていただきまして、受付を来週14日から開始させていただく予定でございます。で、今後の休開始の時期についてでございますが、なるべく迅速に事業者の皆様にお届けできるよう準備を進めさせていただきたいと考えてございますけれども、一方で賃貸借契約は実にさまざまな形態がございますことがあるから、書類の審査等に一定の時間を要することはご理解を賜りたいというふうに思っております。いずれにいたしましても困難な状況に直面しておられる事業者の皆様に、迅速かつ適切に給付金をお届けできるよう全力を尽くしてまいりたいと考えてございます。今井正人君。現在想定している所要期間というのはどれぐらいですか。できるだけ早くではなくて、大体目処を教えてください。木村調整官。お答え申し上げて、大変恐縮ございますけれども、申請が上がってくる内容を見て、さまざまな賃貸借契約に応じた適切な審査を行わせていただくという必要がございますものですから、現時点で特定の期間という見通しは立てておらないところでございます。今井君。それですと、本当に不安が広がりますので、もうすでに家賃が払えなくて、ずっと困っている方、いっぱいいらっしゃるわけですから、もっと早く、いつまでやりますということを、政府でしっかりとメッセージ出していただきたいと思います。それと GoTo キャンペーンとか、GoTo トラベルキャンペーンですけど、これ、夏休みに間に合いますか。はい、観光庁、加藤審議官。お答え申し上げます。 GoTo トラベル事業につきましては、私ども8月の可能な限り早い段階での事業開始を目指しまして、現在事務局の選定をはじめとした準備を鋭意進めているところでございます。一刻も早い事業の開始という気持ちで取り組んでいるところでございます。また具体的な開始時期につきましては、今後の感染状況、さらには感染症の専門家のご意見、政府全体の方針などを踏まえながら決定してまいりたいと考えております。今井君。学校の夏休みは軒並み短縮になってますので、早く終わりますよ。うちの私 の, 娘が行ってるところも8月の16日までです。夏休みが終わってしまってから GoTo トラベルキャンペーンが始まっても、なかなか皆さん旅行に行けないかもしれません。観光地は本当に困ってますので、ぜひ早くやっていただきたいことと、もう一点、果たして旅行に行っていいんだろうかって皆さん今悩んでるわけですね。その時にこのキャンペーン打たれて、これで行っていいのかどうかっていうのを個々の人たちは迷うんですよ。だから国として、いや、もうこういうキャンペーンもやりますし、もちろん気をつけながらでありますが、どんどん旅行に行っていただきたいとか、やっぱりそういうことをきちっとメッセージ出してもらわないと、行っていいかどうかわからない。これをぜひメッセージ出していただきたいと思います。いかがですか。はい、
佐藤審議官。お答え申し上げます。GoTo トラベル事業の実施にあたりましては、当然旅行需要の喚起という事業の目的と合わせて、感染拡大防止と観光振興の両立を図る必要があると考えております。そのためには、安心して観光や旅行に行っていただけるような環境整備が重要と考えております。このため、観光関連事業者におきまして、感染症の専門家のアドバイスなどをもとに、自らが作成した感染拡大予防ガイドライン、この実施を徹底していただくとともに、私ども国土交通省観光庁といたしましても、6月19日に公表したものですが、新しい生活様式における安心で楽しい旅行のための新しい旅のエチケット、こういったものを公表いたしました。こういったことを通じて、観光関連事業者とも協力して、旅行者の皆様方に新しい旅のエチケットの普及啓発に努めてまいります。このような取り組みを通じて、安心安全な旅行環境の整備を図り、旅行機運の醸成に努めることで、GoTo トラベルの効果的な実施に努めてまいりたいと考えております。今井君。はい、私が端的に言っているのは、もう旅行に皆さん行って結構ですよっていうふうに、メッセージを出してやらないと、こういうキャンペーンやっても効果がなかなか出ないということを申し上げておきたいと思います。専門家会議のこともちょっとお伺いしたかったんですけど、ちょっともう時間がないので、1点だけ持続化給付金なんですが、まあ、支給が今始まっていますが、実は対象から漏れている人もいます。今年事業が始まった人たちは、まあ、特例が出ましたけど、まあ、一番の問題は今年事業を拡大した人たちですね。で、私も地元いろいろ回っていますが、例えば運送会社で、去年までトラック4台でやってたけども、すごい調子が良かったので、9台にしましたと。で、1台2000万円するそうですけど、それで事業をやったら、このコロナになってしまって、そうするとですね、見かけの売り上げは5割減ってないんですよ、去年より。拡大しているので、それで対象にならない、あるいはお店もそうです、新規の店舗を作ったところは、去年の売り上げよりも半分にならないので、支給の対象にならない、こういうこともいろんなところで起きています、現実にそういう相談も受けています、あるいは例えば、新聞配達ですね、新聞配達の方は、実は新聞で稼いでいるわけではなくて、そのチラシをいくら入れるかで稼いでるんですけども、このチラシがペタッと止まったんですね。で、新聞の売り上げはほとんど利益が出ないんです。そうするとですね、売り上げは実はそこは見かけ上結構立ちますので、半分には、売り上げは半分にはならないんだけど、利益が全然出なくなってしまっている。それで新聞配達店はとても困ってます。こういうですね、まあ、すべてを助けると言いながら、漏れているゾーンがたくさんあるんですよ。だからちょっと持続化給付金の支給条件とかをもう一回やっぱり見直す必要があると思うんです。ぜひそれをちょっとやっていただきたいと思うんですが、いかがですか。中小企業庁、那須野部長。お答え申し上げます。持続化給付金でございますけれども、新型コロナウイルスの影響で、売上が大幅に減少した方に対してですね、事業を継続、事業体としての事業を継続の下支えをするという趣旨のものでございます。したがって、その今ご指摘のようにですね、お店を増やしたとか、あるいはトラックを増やしたとか、まあ、そういったことで事業を拡大された、こういった方は、どうしてもその形式的に売上が半減しないということで、対象にならないということは認識しております。で、そこでその今回、事業を拡大された方ということについて言うと、まさにその販路開拓や売上増大を支援するような小規模事業者持続化補助金の対象になっているということで、これを拡充するということで、今回対応しているわけでございます。具体的には、コロナ特別対応型については、補助上限を50万から100万に引き上げたり、感染防止対策をする場合には、別枠で50万追加したり、売上が2割、前年同月比で減少した方には、事業完了を待たずに、清算しないでですね、速金で一定程度補助金をお支払いしますと、こういった新たな取り組みを行っております。で、こういったことで、先日の第1回の公募ではですね、約4000社の方、
の申請をいただいております。で、この事業は切れ目なく事業を実施すると、公募しているというものでございますので、現在も申請を受け付けております。で、この持続化補助金の拡充については、非常に評判が良くてというかですね、多くの方がご利用なさっている有利な仕組みでございますので、こうした支援もぜひ活用をですね、検討いただければというふうに考えております。今井君。いや、全然不十分ですよ。対応していただいているの説明いただきましたけど、それは不十分ですよ。今現状が足らなかったら、いろいろ改善していけばいいじゃないですか。別に批判してるんじゃないんですよ。そういう人たち助けることが大事なんですから。だからもう決まってるからというふうに、そういうふうに決めつけないで、そういう人がいたらなんとか柔軟にやると、そういうことをぜひやっていただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。次に早稲田